皆さん、こんにちは。蛭田みな美選手は現在注目されている女子プロゴルファーの一人です。ゴルフウェアや私服姿も可愛いと評判のため、彼氏や結婚の情報について気になっている方も多いようですね。今回は蛭田みな美選手について総まとめしました。プロ8年目の蛭田みな美選手が8月20日ツアー初優勝を飾りました。初めて最終日を首位で迎え、5バーディー2ボギーの69と3つ伸ばして回りました。通算13アンダー203は同じく最終日を首位から出た西郷真央選手とともに、昨年大会で岩井千怜選手が記録したパー72における大会コース記録と並びました。その西郷選手とのプレーオフを1ホール目で決着をつけました。蛭田みな美選手が5バーディー2ボギーの69をマーク。最終18番パー5でバーディーチャンスから3パットのボギーで優勝を決めきれず、同じく首位から出て5バーディー2ボギーの69で回った西郷真央選手と通算13アンダーで並んでプレーオフに進みました。18番で行われたプレーオフ1ホール目で蛭田選手は1打目を右に曲げましたが、3打目をピン左1メートルのチャンスにつけました。西郷選手もピン1メートル強に3オンしましたが、バーディーパットは入らず、蛭田選手は冷静にバーディーを奪い、プロ8年目で念願のツアー初優勝を決めました。優勝スピーチでは、ギャラリーの皆様、最後まで熱い応援をしていただいて本当にありがとうございましたとゴルフファンへの感謝を述べると、涙が止まらなくなりました。涙声のまま、自分でも信じられなくて、今まで応援してくださった方々にお礼を言いたいですと声を震わせながら話し、大きな拍手を受け涙を拭っていました。蛭田みな美プロは福島県出身で、1997年7月15日生まれ、同県の学校石川高校を卒業しています。2016年にプロテストに合格、 LPGA一般社団法人日本女子プロゴルフ協会88期生となります。同期には永井佳奈選手、安田彩乃選手などがいますね。今後に期待がかかる若手ゴルファーの一人です。蛭田みな美プロはアマチュアやジュニアの大会で優勝しているため、アマチュア時代から注目されていました。2014年日本女子アマチュアゴルフ選手権競技、2015年日本女子ジュニアゴルフ選手権競技女子15、17歳の部。一方、プロテスト本番は苦しいゴルフが続き、18位タイとかなりギリギリでの通過でした。プロテスト合格後の蛭田みな美プロの主な戦績を紹介します。最初に好成績を収めたのは2016年の新人戦加賀電子カップです。優勝には届きませんでしたが、2位の好成績でプロとして上々のスタートを切っています。2017年にはヨネックスレディスで2位となりました。2018年には九州未来建設グループレディースゴルフトーナメントでプロ初優勝を記録しています。ファンとしては、今後も実力により一層磨きをかけ、テレビ中継やニュースでもたくさん姿を目にできるようになってもらいたいところですね。2019年度 JLPGA の公式サイトの記録を参照すると、蛭田みな美プロの獲得賞金は2,334,550円と表示されています。ただこの2000万円がそのまま年収となるわけではありません。会場までの移動や宿泊で遠征費、キャディー費など様々な経費がかかるため、かなり実際の収入は目減りします。一方、蛭田みな美選手はゴルフサバイバルなどの番組にも出演しており、ツアー以外でも収入源があるので、女子プロゴルファーの中ではかなり高い年収を得ています。プロゴルファーの多くはレッスンなどで地道に収入を得ているので、ツアーに継続的に参戦している蛭田みな美プロはそれだけでもかなりすごいと言えますね。蛭田みな美プロの2019年度2,334,550円という賞金総額は58位にランクインしています。2019年度賞金女王の鈴木愛選手は1億6000万円ほどです。蛭田みな美選手も今後、本当に一握りの
トッププロしかなれない1億円プレイヤーまで成長できるかどうか注目ですね。蛭田南選手はウェア姿も可愛いと評判ですが、2020年からはゴールドウィンの子会社ブラック&ホワイトと契約を結びました。人気女子プロゴルファーの先輩でもある藤田彩希プロも契約しているブランドです。2020年のツアーではどんなウェアで登場するかも注目ですね。蛭田南選手の気になるプライベートですが、これまで結婚や彼氏などについて目立ったニュースやスキャンダルは出ていません。気になるところではありますが、交際している男性がいるかも不明です。蛭田南選手は SNS ではインスタグラムのアカウントを持っています。ツイッターのアカウントは蛭田南という名義で、更新している公式のものは確認できません。インスタグラムではゴルフプレー中の写真が多いですが、オフショット的な写真も多く投稿されています。プロフィール欄にはコメントは全部読ませていただいてますとあり、ファンの方を大切にしていることがわかりますね。蛭田南選手のご家族もゴルフが好きな方には知られた存在です。蛭田南選手が3歳からゴルフを始めたきっかけはお父さんでした。蛭田南選手にはお兄さんお姉さんもいらっしゃり、地元ではジュニア時代からよく知られています。中でも特に才能を伸ばしプロとして活躍しているのが一番下の南選手。家族の期待にも応え、さらに成績を伸ばしたいところですね。家族構成はお父さん、お母さん、兄弟はお兄さんとお姉さんの5人家族です。名前蛭田博士、蛭田博士、アマチュアゴルファーで活躍していていたようです。これまでずっと蛭田南さんのコーチもされていました。いつでも練習するように自宅の裏にバンカーを手作りしたりと、愛情いっぱいに娘をフォローします。時には勝負に負けて涙する娘に対して、お父さんは勝負の世界は一瞬の喜びのために莫大の苦しみを負わなくてはならない、そのためにバカみたいな努力をしないといけないと娘にエールを送っていました。お兄さんは蛭田レオさん、お姉さんは蛭田彩子さん。蛭田南さんと共に兄弟3人ゴルフをしています。兄弟みんな3歳頃からゴルフを始めています。どうもお父さんの影響のようです。お父さんが子供たちにゴルフを勧めていたようです。お父さんはアマチュアゴルフで活躍していた経験があることは分かっていたのですが、残念ながら詳細は情報を見つけることができませんでした。これからのますますの蛭田選手の活躍に期待したいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。